今回はうつ病悪化時のひどい症状3つ。うつ病は落ち込みなどが目立つ脳の不調です。その症状が強くなってきますと、さまざまな独特な症状も出てきます。その場合は影響が強くありますので、早い対策が必要になります。今回はうつ病悪化時のひどい症状3つです。まずはうつ病は軽い病気ではない、見ていきます。特に悪化が強まると影響や危険も大きいです。うつ病をまず振り返ると、これは落ち込みなどうつ症状が続く脳の不調になります。脳内物質セロトニンの不足などが主な背景とされます。休養、薬物療法、精神療法が治療の3本柱です。うつ病の主な症状、主に3つありまして、まずは心の症状、落ち込みや不安、意欲がなくなるなどのほか、集中力や判断力が低下するなど脳の不調も出てくることがあります。続いては体の症状、眠れない、疲れやすいのほか、さまざまな吐き気などの自律神経症状が出ることがあります。もう一つは行動の変化、人を避けたり声が小さくなるなど、外から目立ちやすい変化が出ることがあります。うつ病の主な治療です。まずは休養、ストレスから離れて頭をしっかり休ませます。仕事をしている方であれば、しばしば休職をします。続いては薬物療法、主には抗うつ薬 SSRI を続けます。眠れないなどがあった時には補助的な薬を使うこともあります。続いては精神療法、主にはストレスの対処法の見直しをします。症状が重い場合は福祉的なサービスを使う場合もあります。うつ病の病気3段階です。まず症状が強いのは急性期、落ち込みや不安が重い時期でして、休養を最優先する時期です。回復すると回復期に移りまして、再発を防ぎながら徐々にリハビリをして改善を図ります。そして再発予防期になって、復職など社会復帰しながら再発を防いでいきます。この中で特に急性期において強い症状が出ます。うつ病の急性期と強い症状です。うつ病の急性期は落ち込みなど様々なうつ症状が特に強く目立つ時期になります。ここにおいて様々な種類のうつ症状が強く目立つようになりまして、自分でも対処することが難しくなります。休養が大事ですけれども、この時にはそれも困難なことがありまして、その場合は入院の治療が必要な場合もあります。影響が強まった時の主なリスクを見ていきます。まずはうつ症状に支配されて自分を傷つけてしまうリスクがあります。そして怒りが相手に向かうなどして相手とトラブルになる、周りとトラブルになるリスクもあります。人によっては食事が取れなくなるなどして健康を強く損ねてしまうリスクも生じるところがあります。では特に悪化した時にはどんな症状が目立つでしょうか。続いてうつ病悪化時のひどい症状3つです。落ち込むだけではない独特かつ強い症状が出ます。一つ目は動けなくなる、生活面や健康に危険が生じることもあります。動けなくなる、見ていきます。うつ病の症状が重くなりますと、様々な理由で動けなくなることがあります。そうするとまず仕事があまりできなくなる、しかしそれだけではなくて日常の生活を行うことが極めて困難になることもあります。この症状が重い場合は食事が取れなくなるなど健康面のリスクも生じることがあるため、入院が必要になる場合も少なくありません。動けなくなる原因の例です。まず落ち込みが強くなることで動けなくなることがあります。そして重度の思考力の低下から動けなくなることがあります。もう一つ、混迷状態ということになって動けなくなる場合もあります。重度の落ち込みで動けなくなる、見ていきます。うつ症状に伴う強い意欲の低下や倦怠感、だるさなどがあって、少し動くことも困難になることがあります。そしてうつ病に伴う否定的思考、自分を否定する、どうせ何もできないなどの考えが強制的に続くことによって、考えに支配されて行動する、動くことに意識が向かなくなって動けなくなることもあります。そして興味を失うということに関して、自分がいろいろ生きて生活することの興味を失ってしまって、全てのことで投げやりになってしまって動けなくなる場合があります。続いて重度の思考力の低下で動けなくなる。うつ病が悪化しますと、思考力や注意力など脳の機能というところも大きく低下してしまいます。そうなってくると、日常の中でも食事とかも含めて何をすべきかの基本的な判断ということも難しくなって、必要な動きができなくなってしまいます。そして動こうとしても、具体的にどう動くかの行動に頭が回らず、かつすぐに集中が切れてしまって行動が止まってしまいます。その結果動けなくなります。続いて混迷状態で動けなくなる。うつ病が強く悪化すると混迷状態という、意識はあるけど動かないという状態になりまして、動けない状態になることがあります。この時は
内側ではかなり混乱したり興奮しているんですけども、逆にそれで動きは止まってしまって、意識はあるけれども疎通が取れなくなってしまう状態です。この状態はかなり状態が重く状態でして、時に水分も取れず体に深刻な影響が出る場合もあります。そうした場合は緊急の対応が必要になることもあります。続いてが混乱状態。混乱から消灯に至って様々な危険が生じます。混乱状態見ていきます。うつ病が悪化しますと、様々な状態から混乱した状態になることがあります。混乱と自分を責める自責が重なると、衝動的な行動に至りやすく危険が生じることがあります。そして混乱が外に向くと、興奮や攻撃性などが相手に向かってトラブルのリスクになることもあります。混乱状態の原因、主なものです。一つ目は強い不安、二つ目は否定的な思考、三つ目が思考力の低下になります。強い不安からの混乱状態です。不安が非常に強くなってしまいますと、冷静に考えることは難しくなりまして、行動が衝動的かつ極端になりやすいというところが出てきます。そしてこの強い不安があったとき、強い不安からしばしば重度の不眠を合併して、常に緊張が続きますので、心身が休まらずさらに悪循環になってしまいやすいことがあります。この状態だとしばしば周りを巻き込みます。で、周りは巻き込まれるんだけども、助言をしても混乱してますので、なかなか伝わらないということがあります。しばしば悪循環になります。時に入院が必要な場合もあるところです。否定的思考からの混乱状態です。うつ病が悪化してくると、現実とは違うレベルでの偏った強い自己否定に至りやすいことがあります。そうなりますと、一日中常に否定的思考が頭をめぐって、それに支配される状態になりまして、周りからの助言も入らず、さらに悪循環になってしまいます。こういった辛い状態が続く中、本当に我慢できなくなると混乱した状態になりまして、衝動的な極端な行動リスクが生じます。続いて思考力の低下等と混乱状態です。うつ病が悪化しますと、思考力、判断力などが大きく低下してしまいます。そういう状態になりますと、冷静な判断というのは難しくなって、極端かつ衝動的な判断に至りやすいところがあります。この状態の中で特に強い不安や落ち込みなど、先ほどのものが合併しますと、より危険が強くなってしまいますので、注意が必要です。続いてが幻聴や妄想。強烈なうつ症状の場合、幻聴や妄想も時に出ることがあります。幻聴や妄想を見ていきます。うつ病の急性期で症状が非常に強くなった場合には、幻聴や妄想など病的体験といわれるものが時に生じます。これは統合失調症で出るような独特な症状になりまして、生活への影響も非常に強いものになります。これは治療をしっかりすると、うつ病の治療をしっかりすると改善します。ただ良くなるまでは影響は非常に強くありますので、入院が必要な場合も少なくありません。幻聴です。幻聴とは、実際にはないはずの声や音などを聞こえたと感じることになります。うつ病においては、自分を責めるような声や、それに関連して命令するような幻聴が時に現れます。これは実際の悪口や否定のように感じられて影響は強いほか、命令に従うときに特に危険が生じるところです。うつ病で目立つ幻聴、どんなものがあるかです。まず多いのが、自分を否定するような幻聴、否定するような言葉であったり、悪口のような形であったりで出ることがあります。そしてより直接的に、自分を否定する声が自己否定の考えや声になって聞こえるような幻聴が出ることがあります。そして注意が必要なのが、自分を傷つけるように促すような幻聴、いわゆる命令幻聴の形で出る場合があります。これに従ってしまうと直接リスクが高いので、特に注意が必要です。続いては妄想です。これは実際とは違うことを強く確信する状態でして、周り、第三者による訂正ができないという状態になります。うつ病では、うつ症状を土台とした様々な妄想が生じることがあります。妄想に支配されると、他の人との交流が困難になって、症状が悪循環になりやすいです。その中で特に妄想から行動に移ってしまう行動化に注意が必要になります。うつ病で目立つ妄想の例です。うつ症状に関連した微小妄想というふうに言われまして、それでいろいろ妄想が出ます。まずあるのが心機妄想。これは何か重い病気にかかっていると、実際かかってなくてもかかっていると強く思い込んでしまって、そこに支配されてしまう状態です。続いてが貧困妄想。実際にはお金が不足してなくても、もう重度の貧困、もうどうしようもない貧困であると強く思い込んでしまう状態です。そこから自暴自棄になってしまうリスクもあります。もう一つが罪悪妄想。前に重い重大な罪を犯したと
確信して疑わない状態の妄想です。これはたとえ些細なことであったり実際ないことであってもそう思い込んでしまう状態です。でこれに伴って極端な判断になってしまうこともあるので注意が必要なものになります。今回はうつ病悪化時のひどい症状3つについて見てきました。ではまとめていきます。うつ病は悪化すると症状が強くかつ独特になり自分で制御することは難しくなります。そういった中で出る代表的な症状は次の3つになります。1つ目は動けなくなる、2つ目は混乱状態、3つ目は幻聴や妄想になります。これらの症状は自分や周りに大きな影響を及ぼすこともあります。そのため気づいたら特に早めの受診と対策が必要になるところです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。